富士越駅は、富山県富山市赤金にある、富山地方鉄道富士越線の駅である。駅番号は T59. 戦前、戦中は、駅周辺の工場などからの貨物輸送で賑わっていた。富山市統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は205人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。 非電化の電鉄と山駅稲荷町駅、堀川新駅間については引き続き、不難線として、南と山駅等と区別することがあった。京弁鉄道運輸開始、関東1914年12月14日、ABCD と山地方鉄道、写真で綴ると山地方鉄道50年の歩み、と山地方鉄道、1979年、182ページ。鉄道営業廃止許可。 関東1933年3月16日、鉄道営業廃止、関東1933年5月4日4月12日、許可、鉄道上と許可、関東1933年4月14日、AB、富山地方鉄道、富山地方鉄道50年市富山地方鉄道、1983年347ページ、富山地方鉄道、 富山地方鉄道50年市富山地方鉄道1983年330ページ富山地方鉄道写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み富山地方鉄道1979年175ページ AB 富山地方鉄道写真で綴る富山地方鉄道50年の歩み富山地方鉄道1979年 176ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図庁6号北新越、全線、全駅、全廃線新庁舎、1983年、37ページ。ISBN 978から41億790万241。ありがとうございます。